シボレーキャバリエ、シボレーキャバリエ、シェベレレイ・カバリエは、アメリカの自動車メーカーゼネラルモーターズが製造し、シボレーブランドで販売する自動車である。1982年から2005年にかけて、北米市場で販売されていた。日本では3代目が、OEM 供給で、トヨタ自動車から、トヨタ・キャバリエとして販売されていた。2016年に、 中国市場向けの車種として社名が復活した。1980年代初頭にかけて北米市場においてドイツ製や日本製をはじめとした FF 駆動のコンパクトカーが販売台数を大きく伸ばし始めており、また1970年代中盤からのオイルショックによるガソン価格の向上がそれに拍車をかけていたため、それまでの北米における大型車を中心とした。 自動車勢力図に変化が生じ始めていた。キャバリエは GM により主にそれらの海外製コンパクトカーに対抗する車種として、また需要の伸びていた低燃費車として企画された。当時において GM のラインナップは FR 駆動の自動車がほとんどであり、また GM 参加の企業には FF 駆動の自動車がラインナップされてはいたが、 グループ各社内での部品の互換性が少なかった。開発コストを抑えて、海外の企業と世界で戦えるだけの競争力を得るために参加企業であったオペル、イスズとともに新たなプラットフォームの開発が行われた J プラットフォーム。キャバリエはそのプラットフォームを採用した最初のモデルでもあった。当初は同プラットフォームで、キャデラックシマロン、ビュイックスカイホーク、 オールズモビルオメガ、ポンティアックサンバードとキャバリエ以外にも GM の各ブランドで複数のモデが販売されたが、同クラスのホンダアコードと比較すると割高な上に品質も性能も悪く、当初は全く販売面でも振るわなかった。後に車種をポンティアック、シボレーのみに絞ったこと、プラザ合意後の円高で割安感が出てきたことでセールスは向上した。とはいえ、客観的に見ても 初代、二代目と通して技術面、品質的にはとても同価格帯の日本車の水準に達しているとは言えず、円高によって割高になった日本車に対し、割安な販売価格で勝負していたというのが実情である。それでも、初代の販売台数に鑑みると、北米市場ではセールスとして成功したと言える。2005年に後継モデルである、 サターンアイオンをベースとした絞れコバルトにその役目を引き継いだ。キャバリエは1982年に販売を開始した。FF コンパクトカーという GM にとって未開拓の分野であったため、2ドアクーペ3ドアハッチバック4ドアセダン、ステーションワゴンコンバーチブと多機にわたりラインナップされた。エンジンは4気筒、オフが中心で1.8リッターから2.8リッターまでが選択できた。 GM のコンパクトカーというだけでなくそのラインナップの豊富さから発売直後から順調に販売台数を伸ばした。わずか3年後には販売台数が初年度の8倍弱にまで達し、1984年、1985年においては販売台数全米ナンバー1を記録し、大ヒットモデルとなった。1986年には2.8リッター V6、 エンジンを搭載した Z24 という GM、シボレーで遠投のスポーツグレードを冠したモデルが発売された。二代目は1988年に発売を開始した。モデルチェンジにあたっては、先代モデルのコンセプトを大きく変えることなく継承している。また、車種等の主だったコンポーネントは、先代から大きな変更がなく継承された。 ただしサンドアハッチバックはラインナップから外れた。エンジンは従来の時期オンオフのモデル以外に直4 4歳チェシー、ターボもラインナップされた。基本設計が古く、性能は外国勢の小型車に対して決して優れてはいなかったが、GM の中でも最も安価な価格で販売されていたため、先代に引き続きセールスは好調であった。 1990年には 3.1LV6 エンジンを搭載した Z24 がラインナップに追加された。3代目は1995年に販売が開始された。外観デザインは近代化が進み、従来モデルよりもより一層スポーツ色、スペシャルティー色の強いデザインとなった。これにより従来の購買層と異なる層にも訴求することに成功し、 スポーツコンパクトのベースなどにも用いられるようになった。エンジンの主ラインナップは、時期オンオフの2.2から2.4リッターであった。このモデルにもトップグレードに2.4リッター時価4、DOHC エンジンを搭載した Z24 が、ラインナップされている。しかしコンポーネントの一部は先代を継承しており、特に車種の基本設計は相当古いものであった。 2000年にフェイスリフトを小変更したマイナーチェンジが行われ、後の2002年にビッグマイナーチェンジでフェース周りが大幅に変更されている他 GM の次世代エンジンであるエコテック搭載したモデルがラインナップに追加された。日米の貿易摩擦を避けるためにトヨタが OEM として販売していたためこのモデルは日本国内でも一定の認知がある。しかし、 日本においては、そのデザインと排気量が、事情に合わず、販売面で成功したとは言い難い。一方、米国では、JDM 仕様のカスタムベース車両として、わざわざ、トヨタのエンブレムや黄色のウインカーレンズを日本から取り寄せて装着するものもいた。シボレー・エプリズムと車種統合されることとなり、またコンセプトが大きく変更されることとなったために、このモデルを最後に、 約20年続いたシボレーキャバリエの名は消えることとなった。2016年9月開催の生トモーターショーで発表され、同年から中国で発売開始された。セールとクルーズ J400 型の中間体に位置する車種として J300 型クルーズをベースに開発された。2018年からはメキシコ市場でもソニックに代わって販売が行われている。 エンジンは直列4気筒1.5リットル DVVT と中国市場のみ直列3気筒 DVVT1.0 リットルターボが設定される。トランスミッションは1.5リットル車が5速、マニュアルトランスミッション、または6速オートマチックトランスミッション、1.0リットルターボ車が6速、DCT となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。